悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神戸山口組についてお聞きしたいのですが。神戸山口組、これ不思議なもんで、一和会におったもんが山口組に復帰して神戸山口組に参加してないな。やはり学習能力あるわな。兵庫県で言うたら二代目岸本組、二代目竹中組ぐらいのもんかな、残ったのは。そりゃほとんどが神戸山口組行ったのに、そういう面よう踏ん張ったなと。まあまあ、この安藤組長の性格であれば筋道まっすぐな人やから、そりゃ残ったのは当たり前やけど、当時の情勢からいけば神戸山口組に参加しとってもおかしいないわな。どの社会も一緒やけど、歴史は繰り返されるんよ。当事者が死んでいって順繰りに代替わりして、また何年か何十年か経てばそういうのは起きるわな。結局人を言うのは、一回裏切ったやつはまた裏切るしな。どっかこっかの筋道通しとかなあかんわな。私の場合は何も、山口組を中野会でも竹中組でも出たから、処分されたから、この竹中正久親分が命を懸けて4代目を継いだ山口組いうのに、ものすごい私は愛着があるわな。そら刑務所で竹中正久親分が4代目を継いだ言うたら、天音にも昇るような気持ちやった。これはアラブ自身の漫画の後書きでも書いたけどな、やっぱり私だけじゃなしに、皆山口組いうのに愛着あるから、井上組長もあえて神戸山口組を名乗ったんやろな。で、小田義則会長も任侠山口組名乗ったんやろと思うわ。今絆会やけどな。会長から見て、山県組桑田兼義組長時代ってどういう風な感じでした？三代目山県組言うたら、やはりこの無茶しよったわな。半分になった若い人は拾うわ、よそのしのぎをその横から来て取るわ。中野会はそういう面はそら強引に行きよったけど、横が見破りはしてない。中野太郎いう親分はそのよそに刃物なったもんを拾うないう主義やったからな。そこが中野会と山県の違いよ。竹中組も竹中正久親分、竹中武史組長、ここらもやはり役座としての筋は外さなんだな。そういう面さやか親方の姿勢次第ちゃうかな。岡山池田組、山口組から刃文状が出た人間いうのは平らんようにせなあかんわな。そりゃそれせな一本どことして誰も認めへん。暴力団人義、まあヤクザ人義やな。一本どこで行くんやったら池田組も十分この任侠としてやっていけると思うよ。一本どこといえば、大阪西成の東組について会長はどういうふうに思われますか？私は立派な組織は思うな。一本どこで、そら少数精鋭でようやってるわな。川口和秀会長、私はこの会長とあるパーティーに行った時一緒やったんよ。ほんでパッと川口会長が来て、ほんでその時に渡辺二郎さん、ボクシングの世界チャンピオン、竹垣さん座っとってください、俺が二郎さんこっち連れてくるから言って、その時に初めて渡辺二郎さんも紹介されたんやけど、これは人柄が良かったな。当時渡辺二郎さんいうのはこの極真連合会の相談役やと言われて、まあ相談役しとったんやろと思う。だからそれで逮捕されたりしそうけど、そら腰の低い人やったな。その渡辺二郎さんの、まあ、ボクシングのこの恩師が東組の OB の中島さんいう人や言ったな。その時パーティー来とったけどな。そら川口和秀会長が「コロの地」と映画の大作目にトークイベントで出演するって言ったんやけど、都営がやはり現役を
ポークイベントに呼ぶいたらいいことない言うてキャンセルになったけどな、もし呼んどったらそのイベントで私と一緒になっとうわな。そんなんでまあまあ私の友達の山平茂樹先生も川口和秀会長のことは一冊の本に書いとるわな。その声優会の副会長しとった古川いうの私初犯で一緒やった。この古川いうのも初犯で私だと何本も変わらないなんちゃうかな。その時にうちの貸し出しとった大上賢治も、まあ、当時は平和会におったんやけど一緒やったんよ、同じ工場でな。賢ちゃんがちょっと上やったかな。そら刑務所言うたらいろんな人間と知り合うんよ。その中でやっぱり男を磨こう思ったらええ人間と知り合わなあかんわな。そやから私は刑務所行って大体もう西成の肉体労働者な、ここらが盗人をしたか覚醒剤で入ってきたかいのそんなんばっかりよ。ほんでパッと靴見るんよ刑務所行ったら。で乾物履いとるやつは私相手せんわけよ。というのはそんな刑務所入るのに義理人情しとったら誰かが金は差し入れるわけよ。乾物で所持金も何もないいうこともないわけよ。そういう面川口和秀会長は本も中で出してみんな励ましとったん違う。そういえば川口和秀さんと作家の坂本敏夫先生、あ刑務官のな、お友達ですよね。おう友達より坂本先生が刑務官辞めて作家で売り出し中で、また川口会長も実話時代に我僕責にあらずいうこのタイトルで毎月連載しとったわな。それから私が坂本先生に聞いたのは実話時代の酒井信夫さんの紹介で川口和秀で会長の面会行くようになったよったな。御神会を作った当時坂本敏夫先生姫路におったんよ。私がいろいろ指導してもろて、だからこの先生には世話になった。川口会長って東海テレビでドキュメンタリー番組ヤクザと憲法でされてますよね。あれは立派な、なんかいろんな賞取ったんちゃうかな、うん、私も見たけどあれは良かった。そやから、まあ、東海テレビやからああいうのできとんやろな。そら現役のおかげなかなかできへんけど、やはりその私は聞いたんやけど、普通の会社のもんが現役のヤクザと付き合いしとったら銀行もストップされてまう。そやけどジャーナリストとか作家とかで仕事上必要な場合は現役のヤクザと付き合うてもええらしいよ。あ、そうなんですか。うん、あれそれ知らんかった。そら私が今書きを本の帯に現役のもんに書いてもらおうか言って言うたら、そんなんとんでもない言われた。出版社飛んでしまうみたい。そら竹書房が実はドキュメントでヤクザばっかり特集しとって聞いた話が、銀行から融資できんようになって竹書房潰れたよったな。だから今密接交際とかそんなヤクザとの付き合いって難しいよ。そら私とこは暴力団の構成支援やから肩着になりたいもんは私はなんぼでも相談に受けるけど、竹垣不安やで言うて、まあ、連絡くれるんはええけど私はみんなお断りしとんよ。じゃあ今日はこれぐらいで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。